チップマック、お父さん大丈夫かしら。せっかくお前が一生懸命知らせてくれたのに、私眠ってて。静かにしてチップマック。どうしたの、ポリアンナ。おばさん、私ポリアンナ、さ、こっちいらっしゃ。ミルクでも飲みましょう。さ、お飲みなさい、ポリアンナ。おばさん、私がもっと早く気づいていたら、お父さんあんなに悪くならなかったんでしょう。私のせいで。そんなことはないわよ、ポリアンナ。でも、あなたはちゃんとお薬を飲ませてあげたでしょ。あなたのせいで悪くなったなんてことあるもんですか。あなたがそんなに心配することはないのよ。ハリー先生がおっしゃる通り、お父さんはもともと心臓が悪かったところに疲れが重なっただけなんだから。ポリアンナ、病人にとって一番良くないのは、あなたがくよくよして元気をなくすこと。一番いいお薬は、あなたがいつも通り明るく元気でいることなの。わかるわね、ポリアンナ。私元気を出すわ。お父さんが喜ぶなら。さあ、元気になるためにもミルクを飲みなさい。はい、おばさん。今度もホワイト夫人には随分お世話になったな。お父さんの言った通りだったわ。私の？私、おばさんのこと、とっても気難しい怖い人だと思ってたの。それがとっても優しい親切な人だってことが分かったのよ。そうか、それはよかった。毎日様子を見に来てくださるそうよ。それからお父さんが早く良くなるように一緒にお祈りしましょうって。ホワイト夫人やお前に迷惑をかけないように、早く元気にならなきゃいけないな。そうよ、お父さん。早く元気になるようにたくさん食べてね。はい。ポリアンナ、せっかくだが今朝はまだ何も食べたくないんだ。ダメダメ、少しでも食べなくちゃ元気にならないわ。疲れが取れればきっと食欲も出る。ポリアンナ、少し休ませてくれ。でも、その日からポリアンナの懸命な看病が始まりました。けれどもジョン牧師の病気はなかなか良くなりませんでした。これもすぐに洗ってしまうからね。おばさん、今日は来てくださってありがとう。こういうことも婦人会の務めですからね。それに困った時は助け合うもんだよ。それよりポリアンナ、牧師様はまだ元気が出ないみたいだけど心配だね。お父さん食べないからちっとも良くならないの。どうしたら食べてもらえるのかしら。寝たっきりというのは食欲が出ないもんだからね。私が風邪をひいた時もそうだったわ。何かいい方法はないもんかね。あ、
私は一番好きなものを食べたのがきっかけで何でも食べられるようになったわ。一番好きなもの？うん。おじさん何が好きなの？お父さんの一番好きなものね。そうだ、いちご。いちごが大好き。一番大好き。まあ。あ、いちごね。でも今頃いちごなんてあるかね。私の兄さんが森の中で見つけたって言ってたわ。でもまだほんの少ししかないんだって。私行ってみる。いちごを摘んで帰ったらきっとお父さんは喜んでくれる。そう思うとポリアンナの胸は弾みました。ポリアンナ、もう少しゆっくり走ってよ。ポリアンナ。森にクマが？あ、それは。ええ、たちの悪いクマが森をうろうろしてるって主人が言ってましたわ。はい、どうぞ。ああ、ありがとう。ロイス夫人、ポリアンナたちはどこ行ったの？イチゴ摘みに行きましたよ。イチゴ摘み？まあ、ポリアンナったら性のないのんびりさんね。そういうことじゃないんですよ、ホワイト夫人。え？一番好きなものを召し上がれば牧師様の食欲が出るかもしれないって、それでイチゴ摘みに行ったんですよ、カレンと二人で。まあ、そうだったの。あ、あった。イチゴじゃないわ。見つかった？ううん、見つからない。あなたのお兄さんどこで見つけたのかしらね。兄さんきっと嘘ついたのよ。イチゴなんてどこにもないんだわ。ううん、私たちの探し方が下手なんだわ。きっとどこかにあるはずよ。私、どうしてもイチゴを持って帰りたいの。もっと奥へ行ってみましょう。待ってよ、ポリアンナ。そろそろ食事の時間だけど、ポリアンナたちはいつ頃帰ってくるかしら。さあ、でもお腹が空いたら戻ってくるでしょ。森へ行ったようですから。そう、それじゃうんと美味しいものを作っておきましょう。そうですよね。ジョン牧師、無茶をするもんじゃありませんよ。気分が悪いならハリー先生をお呼びしますから。ホワイト夫人、ポリアンナとカレンを早く呼び戻してください。森にはクマが。え、まあ、どうしましょう。ロイス夫人、ロイス夫人。ポリアンナ。牧師、しかし私のために二人が危ない目に遭っているかもしれないんです。とてもじっとしていては。いいえ、牧師が無理をなさってこれ以上悪くでもなったら、せっかくのポリアンナの気持ちがあだになりますわ。主人が森へ行っているはずです。もうしばらくの辛抱ですからね。あら、何でしょう。ポリアンナ、彼、無
事だったのね、二人とも。どんなに心配したことか。おばさん、ごめんなさい。ごめんなさい。ポリアンナ。おかえり、ポリアンナ。お父さん。ポリアンナ、お前は私のために。お父さん、私、お父さんに心配をかけるつもりなんかなかったのよ。もういいんだ。お前が無事ならそれでいいんだよ、ポリアンナ。ごめんなさい。ポリアンナは父に余計な気苦労をかけたことで病気が悪くなるのではないかと心配でたまりませんでした。ところが、ポリアンナの心のこもったイチゴが食欲を誘ったのでしょうか。ジョンは食事も進み、少しずつ元気を取り戻していったのです。これはどうなのかな。おばさん、これは。そうね、あら、ほら、肘のところのほころびを直してからでないとダメね。おばさん、私が持っていくわ。そう、ありがとう。まあ、チップマック、何してるの。お前は本当にいたずらなんだから。皆さん、ご苦労様です。もう、ジョン牧師、起き上がったりなさってよろしいんですの。ええ、気候もいいし、気分も大層いいので、やりかけの仕事を整理しておこうと思いましてね。そんな、まだ無理ですわ。大丈夫、決して無理はしません。少し体を慣らすだけですから。ポリアンナ、しっかりお手伝いするんだよ。はい、お父さん。ではまた。お待たせしました、ホワイトさん。お忙しいのにすいません。大事なお話ということですが、何でしょう。まあ、お座りください。実はホワイトさんにお願いがあるんです。ほう、何でしょう。私にもしものことがあれば。何をおっしゃるんです、牧師。そんな馬鹿げたこと。いいえ、馬鹿げたことではありません。しかし、そんなことを。ホワイトさん、私が今度発作を起こせば危ないとハリー先生がおっしゃってるのをよくご存知でしょう。私もその通りだと思います。そこでお願いしたいのはポリアンナのことです。え？私にもしものことがあれば、教会の伝道本部に問い合わせてください。ポリアンナの今後のことが何もかも分かるようになっています。今後のこと。ええ、私があの子にしてやれることはもうこれくらいしかありません。牧師、あなたは。あなたの他にお頼みする方がいないのです。どうかお願いします。ジョン牧師、どうか。お、ほら、こっちよ、チップマック。あ、ポリアンナ、ちょっと手伝ってちょうだい。はい。まあ、これポリアンナにどうかしら。ぴったりと思うけど。まあ、ビロードじゃありませんか。それならよそ行きにもなるし、結構ね。ポリアンナ、合わせてごらんなさい。はい。いけません、ポリアンナ。なぜですの、ホワイト夫人。子供は黒い服なんて似合うはずありませんわ。私、黒い服を着た子供なんて考えただけでも嫌です。お言葉ですが、ホワイト夫人。どうしても欲しいならともかく、そうでないならおやめなさい、ポリアンナ。はい、ホワイト夫人、この頃では慰問箱にはほとんど女の子の洋服は入ってこないことはご存知でしょう。せっかくのドレスをどうして。ごめんなさい、グレイ夫人、私ちょっと気分が悪いんですの。
牧師がこんな時にポリアンナに黒い服だなんて全く縁起でもないわ。おばさん、ごめんなさい。何が？私のせいで気分が悪くなったんでしょ？だからごめんなさい。私、おばさんの気分が良くなるように一生懸命考えたんだけど、気分が悪い時の良かったを探すのとっても難しいのよね。そんなことはないわ、ポリアンナ。あなたのおかげでもうすっかり良くなりましたよ。わあ、よかった。あ、よかったが見つかったわ。よかった。そう、きっとあたしの考えすぎよ。さあ、ポリアンナ、残りを片付けてしまいましょう。はい。大変だ、ジョン牧師が倒れたんだ。何ですって？どうしましょう。あなた一体どうしたの？そんなこと言ってる時じゃない。早くハリ先生を呼ぶんだ。いや待て、先生は私が呼びに行く。牧師は。お父さん、お父さん。お父さん、お父さん、しっかりして。お父さん。ポリアンナ、お前に話しておきたいことがある。牧師、無理をなさってはいけませんわ。大事な話なんです。どうか話させてください。ポリアンナ、覚えてるかい？二人で聖書の中の喜びの言葉を探した日のことを。私が4つの時だったわ。あれはお母さんが亡くなって。お父さん。大丈夫だよ。あれはお母さんが亡くなって二人きりの寂しい毎日が始まった頃だった。聖書の中から喜びの言葉を探したおかげでお前はたくさんの言葉を知った。喜びとか楽しみとか。正しき者よ、エホバを喜び楽しめ。あ、二つあった、これで98、99。すべての直き者よ、喜び予防をべし。ちょうど100よ、お父さん。そればかりじゃない。数の感情も喜びの言葉の数だけできるようになった。ほら。いいかい、ポリアンナ、神様が800回も楽しめとか喜べとか言われているのは私たちみんなが喜ぶことを望んでいらっしゃるからだよ。これからは聖書の中だけではなく毎日のいろいろなことの中から喜びを探してごらん。きっとどんなことにも、ああ嬉しい、ああよかったって思えることがあるはずだよ。お前とお父さんとどっちがたくさん良かったを探せるか競争しよう。わかったね、ポリアンナ。わかった。ポリアンナ、お前はいろいろなことから本当に上手に良かったを探し出して私をほっとさせてくれた。これから先もそれを決して忘れてはいけないよ。お前と私の二人きりの生活にはないいろいろなことの中できっと本当に良かったと思うことがたくさんあるはずだ。良かったを探すんだ、ポリアンナ。その良かった探しがきっとお前を幸せにしてくれる。ホワイト夫人、冷たい水を一杯いただけませんか？私が汲んでくるわ。ポリアンナ、水ならここに。だって井戸の水の方が冷たいんだもの。お父さんは冷たい水をって言ったわ。ジョン牧師、しっかりしてください。あ、ハリー先生は何をしてるんでしょう。ポリアンナ、ポリアンナ。
ポリアンナを お願いします。牧師お父さん、冷たいお水。お父さん、お父さん、どうしたの。お父さん。ポリアンナ、私はどうやら神に召される時が来たようだ。いや、お父さん、そんなの嫌よ。私を一人にしないで。ポリアンナ、私の可愛いポリアンナ、私にはもうお前が見えない。ポリアンナ、しまったポリアンナに見知らぬ人から一通の手紙が舞い込むのでした。次回、愛少女ポリアンナ物語、丘の上の賛美歌、ご期待ください。体を慣らすだけですから、ポリアンナ、しっかりお手伝いするんだよ。はい、お父さん。ではまた。お待たせしました、ホワイトさん。お忙しいのにすいません。大事なお話ということですが、何でしょう。まあ、お座りください。実はホワイトさんにお願いがあるんです。ほう、何でしょう。私にもしものことがあれば。何をおっしゃるんです、牧師。そんな馬鹿げたこと。いいえ、馬鹿げたことではありません。しかし、そんなことを。ホワイトさん、私が今度発作を起こせば危ないとハリー先生がおっしゃってるのをよくご存知でしょう。私もその通りだと思います。そこでお願いしたいのはポリアンナのことです。え？私にもしものことがあれば、教会の伝道本部に問い合わせてください。ポリアンナの今後のことが何もかも分かるようになっています。今後のこと？私があの子にしてやれることは
もうこれくらいしかありません。牧師、あなたは…あなたの他にお頼みする方がいないのです。どうかお願いします。ジョン牧師、どうか。お、ほら、こっちよ、チップマック。あ、おポリアンナ、ちょっと手伝ってちょうだい。はい。まあ、これポリアンナにどうかしら、ぴったりと思うけど。まあ、ビロードじゃありませんか。それならよそ行きにもなるし結構ね。ポリアンナ、合わせてごらんなさい。はい。いけません、ポリアンナ。なぜですの、ホワイト夫人。子供は黒い服なんて似合うはずありませんわ。私、黒い服を着た子供なんて考えただけでも嫌です。お言葉ですが、ホワイト夫人。どうしても欲しいならともかく、そうでないならおやめなさい、ポリアンナ。はい、ホワイト夫人、この頃では慰問箱にはほとんど女の子の洋服は入ってこないことはご存知でしょう。せっかくのドレスをどうして。ごめんなさい、グレイ夫人、私ちょっと気分が悪いんですの。うに洗ってしまうからね。おばさん、今日は来てくださってありがとう。こういうことも婦人会の務めですからね。それに困った時は助け合うもんだよ。それよりポリアンナ、牧師様はまだ元気が出ないみたいだけど心配だね。お父さん、食べないからちっとも良くならないの。どうしたら食べてもらえるのかしら。寝たっきりというのは食欲が出ないもんだからね。私が風邪をひいた時もそうだったわ。ああ、何かいい方法はないもんかね。私は一番好きなものを食べたのがきっかけで何でも食べられるようになったわ。一番好きなもの？うん。おじさん、何が好きなの？お父さんの一番好きなものね。そうだ、いちご。いちごが大好き。一番大好き。まあ。あ、いちごね。でも今頃いちごなんてあるかね。私の兄さんが森の中で見つけたって言ってたわ。でもまだほんの少ししかないんだって。私行ってみる。いちごを摘んで帰ったらきっとお父さんは喜んでくれる。そう思うとポリアンナの胸は弾みました。ポリアンナ、もう少しゆっくり走ってよ。ポリアンナ。森にクマが。あ、それは。ええ、たちの悪いクマが森をうろうろしてるって主人が言ってましたわ。はい、どうぞ。ああ、ありがとう。ロイス夫人、ポリアンナたちはどこ行ったの？イチゴ摘みに行きましたよ。イチゴ摘み。まあ、ポリアンナったら性のないのんびりさんね。そういうことじゃないんですよ、ホワイト夫人。え？一番好きなものを召し上がれば牧師様の食欲が出るかもしれないって。それでイチゴ摘みに行ったんですよ、カレンと二人で。まあ、そうだったの。あ、あった。イチゴじゃないわ。見つかった？ううん、見つからない。あなたのお兄さん、どこで見つけたのかしらね。兄さん、きっと嘘ついたのよ。イチゴなんてどこにもないんだわ。私たちの探し方が下手なんだわ。きっとどこかにあるはずよ。私、どうしてもイチゴを持って帰りたいの。もっと奥へ行ってみましょう。待ってよ、ポリアンナ。そろそろ食事の時間だけど、ポリアンナたちはいつ頃帰ってくるかしら。さあ、でもお腹が空いたら戻ってくるでしょ。森へ行ったようですから。ロイス夫人、ポリアンナたちはどこ行ったの？イチゴ摘みに行きましたよ。イチゴ摘み。まあ、ポリアンナったら性のないのんびりさんね。そういうことじゃないんですよ、ホワイト夫人。え？一番好きなものを召し上がれば牧師様の食欲が出るかもしれないって。
それでイチゴ摘みに行ったんですよ、カレンと二人で。まあそうだったの。あ、あった。イチゴじゃないわ。見つかった？ううん、見つからない。あなたのお兄さんどこで見つけたのかしらね。兄さんきっと嘘ついたのよ。イチゴなんてどこにもないんだわ。うん、私たちの探し方が下手なんだわ。きっとどこかにあるはずよ。私どうしてもイチゴを持って帰りたいの。もっと奥へ行ってみましょう。待ってよポリアンナ。そろそろ食事の時間だけど、ポリアンナたちはいつ頃帰ってくるかしら。さあ、でもお腹が空いたら戻ってくるでしょ。森へ行ったようですから。そう、それじゃうんと美味しいものを作っておきましょう。そうですよね。ジョン牧師、無茶をするもんじゃありませんよ。気分が悪いならハリー先生をお呼びしますから。ホワイト夫人、ポリアンナとカレンを早く呼び戻してください。森にはクマが。え、まあ、どうしましょう。ロイス夫人、ロイス夫人。ポリアンナ。いいので、やりかけの仕事を整理しておこうと思いましてね。そんな、まだ無理ですわ。大丈夫、決して無理はしません。少し体を慣らすだけですから。ポリアンナ、しっかりお手伝いするんだよ。はい、お父さん。ではまた。お待たせしました、ホワイトさん。お忙しいのにすいません。大事なお話ということですが、何でしょう。まあ、お座りください。実はホワイトさんにお願いがあるんです。ほう、何でしょう。私にもしものことがあれば。何をおっしゃるんです、牧師。そんな馬鹿げたこと。いいえ、馬鹿げたことではありません。しかしそんなことを。ホワイトさん、私が今度発作を起こせば危ないとハリー先生がおっしゃってるのをよくご存知でしょう。私もその通りだと思います。そこでお願いしたいのはポリアンナのことです。え？私にもしものことがあれば、教会の伝道本部に問い合わせてください。ポリアンナの今後のことが何もかも分かるようになっています。今後のこと？ええ、私があの子にしてやれることはもうこれくらいしかありません。牧師、あなたは。あなたの他にお頼みする方がいないのです。どうかお願いします。ジョン牧師、どうか。お、ほら、こっちよ、チップマック。ポリアンナ、ちょっと手伝ってちょうだい。はい。まあ、これポリアンナにどうかしら。ぴったりと思うけど。まあ、ビロードじゃありませんか。それならよそ行きにもなるし結構ね。
ポリアンナ、合わせてごらんなさい。はい。いけません、ポリアンナ。なぜですの、ホワイト夫人。子供は黒い服なんて似合うはずありませんわ。私、黒い服を着た子供なんて考えただけでも嫌です。お言葉ですの、ホワイト夫人。どうしても欲しいならともかく、そうでないならおやめなさい、ブリアンナ。はい、ホワイト夫人、この頃では慰問箱にはほとんど女の子の洋服は入ってこないことはご存知でしょう。せっかくのドレスをどうして。ごめんなさい、グレイ夫人。私、素敵なカニパン、どうしたの、ポリアンナ。おばさん、私ポリアンナ、さ、こっちいらっしゃい。ミルクでも飲みましょう。さ、お飲みなさい、ポリアンナ。おばさん、私がもっと早く気づいていたら、お父さんあんなに悪くならなかったんでしょう。私のせいで。ことはないわよ、ポリアンナ。でも、あなたはちゃんとお薬を飲ませてあげたでしょ。あなたのせいで悪くなったなんてことあるもんですか。君も飛び出すのよ、悩むばかりじゃ、 No 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 No。 青い星のキャンドルライト、街が待っているわ。
チップマック。お父さん大丈夫かしら。せっかくお前が一生懸命知らせてくれたのに、私眠ってて。静かにしてチップマック。どうしたのポリアンナ。おばさん、私ポリアンナ、さ、こっちいらっしゃい。ミルクでも飲みましょう。さ、お飲みなさいポリアンナ。おばさん、私がもっと早く気づいていたら、お父さんあんなに悪くならなかったんでしょう。私のせいで。そんなことはないわよポリアンナ。でも、あなたはちゃんとお薬を飲ませてあげたでしょ。あなたのせいで悪くなったなんてことあるもんですか。あなたが